はい、ってことでようやくですね、本日ペーパーマリオ RPG、 こちらの任天堂スイッチ版が発売となりました。で、こちらのゲームにつきましては、約20年前にゲームキューブで発売されたゲームとなっておりまして、逆に言うと20年の時を経て、今回リメイクっていう位置づけで蘇った作品となっておりますね。さあ、ということで今日の内容としましては、 X 上でどのようなポストがなされているのか、そちらについて見ていきましょうか。ただまあ世間一般的な評価としましては、メディアの評価、具体的にはメタスコアの評価も出ておりますが、かなり好評な状況でして、まあ若干ですね、スーパーマリオ RPG、そちらの時と比較すると、ちょっと盛り上がりに欠けるところがあるんじゃないかと、そういった指摘もございますが、言ってもですね、まあこういった形でかなり好評な、フィードバック、こういったものがですね、一般的にポストされている状況ですね。で、特にブラックユーモアある、そのような、やりとりかな、そういったものがですね、ただ見受けられまして、本当になんか当時を彷彿とさせるような、まあ昔だからこそ、できた表現とかもですね、多数含まれておりますので、まあそういった意味ではですね、本当に良い作品だなと思いました。で、こちらの原作、冒頭で申し上げた通り、20年前のゲームキューブ版につきましては、まあ、全世界で最高傑作って言われるのはちょっとね、過言すぎるんではないかと思いましたが、ただ、そうですね、マリオファンは買いかと思いますし、で、特にですね、マリオに興味ない方でも普通に楽しむことができるようなゲーム設計となっておりますし、難易度につきましても、まあ、そんなに難しくない作品となってるから、まあ、本当に誰でも楽しめるようなゲームかなっていう、そういった印象ですかね。まあ、このゲームについては、なんかその配信とかを見るより、まあ、実際にプレイする方が面白いゲームかと思いますので、まあ、もし気になる方は、こちらのゲームをですね、購入されても良いんじゃないかなと思いました。個人的には Amazon で購入することをお勧めいたします。まあ、Amazon であれば、確かね、パッケージ版が今買えば5300円ぐらいかな。まあ、それぐらいで買えるので、まあ、そこまで値段高くないんですよね。だからまあ、ダウンロード版よりパッケージ版買った方がいいんじゃないかなと思いました。いやけどやっぱり、ペーパーマリオといえば、このね、ペーパーマリアクションよ。特有のこのアクション。他のマリオではない、この特有のアクションがね、非常に面白い作品となっております。ただまあこう見てみると本当にね、かなりですね、好評だなと思いました。いやーけどこれすごいな、うん。いやー、どれだけねペーパーマリオファンが多いかっていうことがわかりますよね。ただまあここで言われてることとしましては、おおむねですね、ゲームについては満足ではあるけど、ただ逆に言うとですね、コマンド RPG 形式がこの作品が最後となってしまうんですよね。で、そのことが今更ながらですね、なんで続編出ないんだろうっていうことが、ユーザーの中では疑問の声上がっております。まあその後にシールだったりとか、なんか本当にね折り紙だったりとか、なんかいろいろ出てんだけどさ、なんかねやっぱりペーパーマリオというか、こういったコマンド RPG って良いなと改めて思いました。ぜひね、皆さんの、率直な意見とか感想などもですね、コメント欄で教えてください。よろしくお願いいたします。ただまあ、ペーパーマリオについては、ね、多くの方が今、プレイされているのかな。ちなみに、クリアまでの、時間としましては、早い人だと15時間ぐらいかな。10時間から15時間程度。で、まあ、ゆっくりやったら、まあ、20時間程度。で、初見で、じっくりやり込むっていうか、まあ、伸びるであれば25時間程度。で、まあ、エンドコンテンツとか、いくつかございますので、すべての要素を、完全に遊び尽くそうと思ったら、まあ、35時間から45時間程度ぐらいかな。まあ、それぐらいあればですね、まあ、ほぼほぼすべての要素を遊び尽くすことができるんじゃないかなと思いました。はい、まあ、そんな感じでございます。いやーけど、本当に、すごいよね。
ペーパーマリオ RPG。 ただやってる人多すぎるというか、なんか VTuber 多すぎるよな。 VTuber やりすぎじゃね。いやまあ別にいいんですが、はい。ただペーパーマリオ RPG 本当に懐かしいよな。ただここで気になってくるのが、マリオストーリーのリメイクってなんで出ないんだろうみたいな感じかな。なんか数日前の動画でも言ってましたが、マリオストーリーのリメイクやりたいよね。まあそれは任天堂スイッチ2、まあそういった名称になるかわからないけど、後継機モデル、そちらで出るかもしれません。ただペーパーマリオ RPG すげえ面白いんだけど、ただやっぱりね、なんか復活してくれたのはいいんだけど、なんかそのもう発売したからこそ言えるんですが、なんだろう、新規のそのギミックみたいな、なんだろうな、なんか発売前に期待されていたような、なんかその真のエンドコンテンツみたいな、なんか最近よくそのエンドコンテンツみたいなものを求めている方がいるかと思いますが、なんかそのリメイクせっかくされたんだったら、なんかそのエンドコンテンツとして新たな要素とかもぶっ込んでくれたら嬉しかったなみたいな、そういった声などが結構ございますね。っていうのも結局なんかリメイクされたけど、まあ良くも悪くも当時のまま、まあリマスター寄りのリメイクとなっておりまして、なんか新たな要素とか、クリアしてからやり込めるかって言われるとそうでもないので、まあ、やっぱりここ最近の人はクリアしてからか本番っていうところもございまして、やっぱりエンドコンテンツを求められている方比較的多いのかなと思いましたね。ただエンドコンテンツってこの手のゲームに必要なのかな、まずそこかなと思いました。なんかファイナルファンタジーとか、まあ、ドラクエとかもそうですが、やっぱりなんかこういった RPG 系のゲームにつきましては、まあ、なんかそんなにエンドコンテンツっているのかなみたいな、なんかクリアしたらしたでそれはそれでいいと思うし、であとまあやるべきこととか、収集要素とかあるので、まあ、それをね楽しんでいくみたいな流れでいいんじゃないかな。なんか無理にね固執する必要性ってあんまりないんじゃないかなと思いますけどね。うん、一つのゲームに対してなんか終わり良ければ全て良しってわけじゃないけどね、なんかラスボス倒して終わりですみたいな終わり方でも良いんじゃないかなと思いました。まあそう考えるとマリオストーリーでちょっとあれだよな、なんかクリア後の世界ってあるようでないからね。はい、まあそういったところで今日の動画一旦終わりましょうか。ペーパーマリオ RPG ようやく発売となりまして、世間はこういった形でかなりの盛り上がりを見せておりますが、それに加えて新規の CM なども公開されておりますから、もし気になる方は公式の YouTube チャンネルをご覧いただければと思います。では今日の動画一旦終わりましょうか。お疲れ様でした。